ドナルド、トランプ前大統領は、2月1日にエストニアの欧州議会議員であるヤーク、マディソン氏によってノーベル平和賞にノミネートされました。ソーシャルメディアへの投稿で、マディソン氏は次のように述べています。過去30年間で、ドナルド・トランプは、在任中、戦争を開始していない米国の初代大統領です。さらに、彼は中東でいくつかの平和協定に署名し、地域の安定と平和を提供するのに役立っています。マディソン氏は、イスラエル、アラブ首長国連邦、米国、そして後にバーレーンや他のアラブ諸国との共同声明であるアブラハム合意に言及していました。次にワシントン31日ロイター。トランプ前米大統領の娘婿で、大統領上級顧問を務めたクシュナー氏と、同じくトランプ政権下で中東担当特使だったアビ、バーコイッツ氏が、ノーベル平和賞の候補に推薦されました。イスラエルとアラブ諸国との国交正常化、いわゆるアブラハム合意、に貢献したことが評価されました。また、2月1日、ブラック、ライズ、また運動は、ノルウェーの国会議員のペッター、エーデ氏によって平和賞にノミネートされました。エーデ氏は、人々が、BLM は暴力的な組織だというように、と彼にメッセージを送ったと言ったが、彼はその縛りを拒否しました。ノーベル平和賞の受賞者は11月に授与されます。全く正反対のノーベル平和賞がノミネートされています。ノーベル平和賞とは一体何なのか疑問だらけですね。最近のトランプ氏はフロリダの彼の別邸マルアラーゴを拠点に政治活動を再開しました。共和党の下院の大物議員がトランプ氏に断罪賛成の謝罪で面談しました。トランプ氏は4年後の大統領選挙を目指し、共和党の立場で行くものと思われますが、側近の人は新たな愛国党を立ち上げ応援に入っています。4年後は、トランプ氏が自ら立候補しなくても、ポンペオ前国務長官が立ち、トランプ氏長女のイバンカ氏が副大統領候補ということも考えられます。皆さん楽しみですね。では次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは昭和のこぼれ話をしています。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。感想コメントもお待ちしています。それでは、また次の動画で。